こんにちは。昼から非常に長い長時間にわたっていろいろ聞いてもらえてお疲れると思いますけど、もうちょっとお付き合いください。で、今実は外へ出て非常に気持ちよくてですね、こんなところで話を聞いてる、横外に出た方がいいんですが、まあ、なるべく退屈しないような話をしたいと思います。で、今日お話するのはですね、ここにありますようにリチウムイオン蓄電池反応解析の最前線と書いてありますが、皆さんリチウムイオン蓄電池っていうのは、まあ、皆さんよくご存知の通りです。普通の携帯、それから私もこの iPhone ですね、こういうものの中に全て電池が入っています。で、ほとんどが今使われているのがリチウムイオン電池です。で、今日お話するのはですね、実はリチウムイオン電池というのはもう広く一般に使われているわけですが、実は一体中でどんな反応が起こっているのかという細かなところはもう強く分かってないわけです。で、実はそれが分からないとですね、例えば今自動車にそういうものを積みましょう、あるいはこの間の後でお話しますが787のボーイングの話も出てまいります。そういう時にですね、一体何が起こっているのかということを分かることによって、実際の今のリチウムイオン電池の性能を上げていく、あるいはさらにそのリチウムの次の、我々ポストリチウムイオンと呼んでますが、そういうところの電池の開発につなげていくというようなことをやるためにですね、今我々が、まあ、X 線を後でお話ししますいわゆる放射光というような技術を使ってですね、中で実際にリアルタイムでどういうことが起こっているかというのを調べています。で、そういうことのお話を今日はしながらですね、まあ、皆さんの一番身近にあるリチウムイオン電池というのは一体何ですか、で、今我々はどこに向かおうとしているのか、そういうお話をしたいと思います。で、まずですね、で、ここに挙げた、まず社会とですね、蓄電池の関わりというのをですね、実際電池を考える場合には必ずそういうことを考えなきゃいけないわけです。で、その話からしたいと思います。で、この蓄電池と社会との関わりというのをですね、我々一番身近で実は認識したのが、次にお見せします、これそこに書いてあります A パワー株式会社と書いてありますが、これ実は東日本の大震災の時にですね、我々実はこういう電気が全て止まってしまった状態の中でですね、いかに我々が電気を必要としているか、あるいは実際の電気に頼っているかということを再認識させられた一つの、大事件だったわけです。で、その時に全ての電源が切れた時にですね、実はエリパワーというこの会社がですね、これリチウムイオン電池のこういう、これリチウムイオン電池の充電器ですが、こういうものをですね、実際に東日本の仙台、ここに書いてある名取というのが仙台市の隣の町ですが、皆さん記憶にあります津波が、大変大きな津波が押し寄せるところです。私も仙台にいたことがありますので、そのあたりの地域を知っておりますので、いかに大きな悲惨な状況であったかということは、まあ、皆さんも含めて想像にかかってないわけです。で、その名取市ほかですね、その周辺のところにですね、この電池を持ち込んで、ここの上にあるのが実は、安否情報ですね、そういうものをですね、見れるようにその電源に使ったり、あるいはテレビとかラジオの電源に使ったり、あるいは携帯の充電に使ったりということをやられたというようなことがありました。で、これは新聞に載ってですね、皆さん聞かれたこともあるかもわかりませんが、まあ、こういうところでですね、やはり電気エネルギーというものを我々必要としている。で、それをなくなった時にですね、どこでもアクセスできるようにしたいというような中で、このリチウムイオン電池というものの、いわゆる電池ですね、というものの役割というものが非常に明確になってきた例であります。で、まずその電池の話をするときにですね、少し頭の中整理しておきたいのは、まあ、皆さん授業で十分ご存知だと思いますけども、ここにあるようにですね、一次電池、二次電池、これはもうよく知っている通りですね、一次電池というのは使い切りの電池です。だから一遍使ってしまったらもう捨てて、また新しいのを買う。ですけども、今日お話するのは二次電池と言われる、充電してまた使う。今ほとんど皆さんがですね、携帯で使っているのは全部二次電池です。ですから、この話をしたい。特にその中でリチウムイオン蓄電池というものをターゲットに今日お話ししてまいります。で、じゃあどういうところに使われてますかというとですね、まあ、ここにありますようにですね、おもちゃや懐中電灯から始まってですね、ここにある小型の電子機器、
まあ、それから皆さん全てお持ちだスマホとかですね、あるいはこのコンピューターとか、まあ、タブレット型等々に使われています。あるいはその皆さんが乗っている車のですね、鉛の蓄電池というのは実はセルモーター、いわゆるモーターを回す時のその駆動力として電源がいる、そういうものに使われたり、あるいはもう少し大きいものになりますと、ここにあります緊急の電源、まあ、先ほど のエリーパワーのやつもある意味で緊急電源なわけですが、まあ、そういうものからさらに大きな電力貯蔵のものまで、それからもう一つ今我々が非常に緊急の課題として研究に取り組んでいる電気自動車ですね、あるいはハイブリッド、プラグインハイブリッドタイプの電気自動車の電源というようなもので、蓄電池を今使おうとしております。で、まあ、そういうふうなことがあるわけですが、これをもう少し整理しますと、これ役割がよく見えてきます。一つはですね、携帯性というのは、まあ、運べるということです。運べるというのはどういうことかというと、確かに携帯電話だから電話が便利だなということですが、電池の側から見たらどういうふうに捉えられるかというと、電気エネルギーを、あるいは電気を必要なところへ持って運べるという、いわゆる携帯性という観点が一つ見えてきます。それからもう一つは電力を貯蔵するということです。だからこの2つの観点で今日は電池を見ていきたいと思います。で、まずは一番初めの観点である電池の役割の非常に重要なものである携帯性というお話をしたいと思います。携帯性というのは先ほども言いましたように電気のエネルギーを持ち運ぶということです。そういうことをまず一番初めに考えてみましょうということです。で、そういう時にですね、こういうふうな電源を持ち運べるという、いわゆる携帯性というものがですね、いかに我々の社会にインパクトを与えたか、影響を与えたかという一つの例をお話をしたいと思います。で、そこで今日お話しする一つの例はですね、何かと言いますと、こういう携帯電話につながってくるお話です。で、それまず1922年っていう時にですね、無線の電話を実はこういうようにシカゴの警察ですが、1922年というのはどういう年かといいますと、まあ、ご存知の方いらっしゃるか分かりませんが、実は禁止法時代でですね、大変シカゴあたりがですね騒がしかったです。私がアメリカに留学した時にシカゴのですね、まさにここからシカゴの町から1時間ぐらい行ったところのエバンストンというところにある大学に行ってましたが、そこが実はアルカポネのですね、禁酒法の時代に酒造、いわゆるお酒を、密造酒を作る場所があったところで、私が行った時はまだドライタウンといってお酒を売っていない、ましてやどこで飲んでもいけない、飲むとこもないというような町でした。まあ、そういうシカゴの町でですね、まあ、シカゴの警察がその無線電話というものの実験をやるというのがあります。で、ここで当然電池が積まれておるわけですが、まあ、こういうのが1922年に始まります。で、さらにその次の時代になりますと、まあ、これは戦争の中でですね、実際野外でアメリカ軍の通信部隊が通信をするために馬の背中にですね、こういう通信機器を載せているわけです。で、ここで見てないと分かりません。このここに載っている大きなもの、これ実は電池です。電源が非常にまだこれぐらいの大きかった時代です。で、こういうものを積んでですね、通信機器を動かしておったわけです。で、それがさらに時代が進みまして、1959年になりますと、先ほどシカゴ警察でですね、無線電話というものを警察がテスト的にやってたという話がですね、さらに小型化し、あるいは値段が下がってくることによってですね、商業ベースでですね、こういう、無線車載用の無線電話のサービスというものが初めて行われるようになった、これは英国で行われるようになったわけですが、その開始をですね記念して、英国の郵政公社の総裁であったプレビンスという人がですね、実際これデモといいますか、今電話をかけようとしているところです。まあ、こういう時代に入ってくるわけです。当然見てないと分かりませんが、ここに電話の本体といいますか、ここに電話機器がありますが、まあ、かなり小さくなってきているということは、なんとなく直感的に分かっていただけるかと思います。ですから、1922年から37年かかって、ここまで来ているわけです。
さらにそれが時代が進みまして、1972年になりますと、人が運べる、先ほどまで車の中で電池をとかその全部機器を入れて運んでおったわけですが、ようやくですね、これ女性の方にかけて、こういうふうに、これが電話の本体で、ここにあるのは蓄電池だと思いますが、まあ、そういうような時代が来る、1972年です。で、ここにあるのは、これ、見本市で出されたのですが、その時のタイトルがですね、今日の通信、まあ、現在の通信って明日、そして、将来というような題名でですね、実際、携帯電話というものの原型になるようなものがモデルとして現れ始めるというようなことです。で、それがさらに、時代が進みまして、1983年になりますと、一般利用が可能な携帯電話というものが出てまいります。でこの、一般利用で認可された携帯電話の開発者としてマーティン・クーパーという人がこの方が一番初めに開発したという方ですが、実際に彼がですね、この電話を持ってですね、今の電話の小気味よりも大きいですが、まあ、こういうものが携帯電話として、1983年に登場する。1983年というのは大体、まあ、30年ちょっとぐらい前の話です。ですから皆さんの今使っているこういう携帯電話がですね、実際来るような時代のほんの前までこの状態だったということです。で、実際にですね、そういうものが野外でも使われる、すなわちこれは1988年の東京オリンピックですが、そこのスーパー大回転で金メダルを取ったという報告をですね、実際それで取ったピカがですね、実際電話をかけているような様子が写っている写真です。でまあ、それでもやはりこの大きさというのはですね、これぐらいの大きさです。で、ここに実は電池が入っているわけです。で、そういうような電池のがですね、だんだん小さくなっているんですが、やはりこれでもやはり大きな携帯電話の中における電池の割合というのはバカにならないわけです。で、それがさらに時代が進んで、今の皆さんがよく知っているですね、2008年、これもう皆さん iPhone の 3G、今はもっと、進んだのが出てきているかと思いますが、こういうタイプのですね、非常に薄いものになっている。これはもちろんですね、電池だけではないわけですが、いわゆるバッテリーといいますか、そこに使われている電池も含めてですね、非常に電池の小型化、高性能化がですね、いかに社会のこういうような、例えば携帯という一つの切り口ですが、そういうものに影響を与えたかということが分かりやすい例としてここでは挙げたわけです。ですから、こういう蓄電池の歴史というものを見てきますとですね、これは携帯の場合ですが、いろんなところにこういうように皆さんの生活の中に入り込んでですね、それを便利にし、あるいは先ほど言いました電気エネルギーを簡便に運べるということの中でですね、皆さんの生活を変えてきたというような側面があるということです。で、まあそういう、で、こういう時にですね、じゃあ、電池って一体どういうふうにして性能を理解しますかということですが、一番分かりやすいのはですね、我々こういうものを使います。重量あたりにどれだけのエネルギーを蓄えることができるか、あるいはもう一つ縦軸にこれ書いてるのは体積あたりにどれぐらいのエネルギーを蓄えることができるか。だからできるだけ蓄えれれば蓄えられるほどですね、いいわけです。それは分かりますね。で、実際にここに具体的な電池を書いてあります。鉛電池、それからニカド電池、これはもうほとんど今ありません。我々はニカド電池というのは割合にファミリアの電池ですが、ニッケル水素電池、そして今皆さんが使っているリチウムイオン電池というのがあるわけです。明らかにですね、こちら方向に来ているということは、重さあたりに蓄えられるエネルギー密度が上がっている、あるいは体積あたりに蓄えられるエネルギー密度が上がっているということです。ですからだん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 良くなっているわけですが、これもう少し言葉を変えて言いますと、どういうふうに言えるかというと、重さあたりに蓄えられるエネルギーが大きくなるということは、より軽量化できるということです。軽くなる、同じエネルギーを蓄えてもずっと軽く使えますよということです。それから縦軸のですね、体積あたりの話はだん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 小さくできるということです。ですから、これこちらの軸が軽量化であり、こちらの軸が小型化ということです。ですから、この軸の通りに上がっていくというのは、小さくて、軽いものが出来上がってきたということがになるわけです。で、これもう少し、軸を考えますと、この方向というのは何かというと、実は1回の充電でですね、長時間使えるということです。
で皆さんいつもこれ例えばこういう iPhone でですね、1回充電したら1日しか使えない、もう少し使えたらいいのになっていう話がよくありますが、今それは徐々に改善してですね、2、3日持つようになってるわけです。こういうコンピューターでもですね、十何時間持つわけです、電源なしに。ということは今こちら方向へ向かってですね、今ものすごい技術開発が行われているということになります。でだけど一般的に使われる電池がですね、もう一つ大事なことがあります。実は何かというと、それはですね、価格が安くなきゃいけないんです。非常に大きな、高い値段でですね、いいものを作ったって皆さんの 手元にはいかないわけ。やはり安くなきゃいけない。だからこの4つの言葉です。軽くて小型で、そして1回の充電で長く使えてですね、かつ安い。こういうことが商業ベースでいう電池の開発で技術者がですね、血まなこになって目指してきたことです。で、まあ、そういうことの中でですね、今我々はこういうことを目指そうとしているわけです。で具体的にですね、今我々がリチウムイオン電池、例えばこういうところにいます。でこれが大体縦軸の重量あたりのエネルギー密度で言いますと160Wh/kg ぐらいです。でそれを我々今どこへ持っていこうとしているかというと、これ実はですね、500Wh/kg まで持っていこうとしています。だいたい3倍強ぐらいまで持っていく。で、500Wh/kg って一体これ何ぞや、どういう意味があるのかというと、実はですね、これ、皆さんご存知、大阪から東京まで、これ500キロあります。この500キロをですね、1回の充電で電気自動車で走れる距離だと考えてください。ですから、でこの距離というのは実は普通の車、ガソリン自動車がですね、1回の給油でもう楽に走れる距離です。ですからガソリン自動車と電気自動車がですね、十分に競争力を持つためにですね、こういうような充電をできるような電池を今車載用の電池として開発したいという中で今熾烈な競争をやっているわけです。だけど今皆さんが使っている普通のこの後でお話しますが、電池、リチウムイオン電池はですね、で最高に理想的に出しても300Wh/kg です。ですから今の現状の電池ではそれは達成できない。だからもう少し違ったものを考えなきゃいけないというような話になってまいります。それが今電池の中でやられている携帯、いわゆるいかに持ち運ぶかというところの一つの考え方です。でもう一つの大事な考え方、すなわちこの下のエネルギーを貯蔵する、電気エネルギーを貯蔵しましょう、蓄えましょうということです。でその観点で少し、別の話をしますと、これ、世界の人口です。横軸が1800、ちょっと申し訳ない、これは後ろの方見える見えないか分かりませんが、1800年から2100年ずっとこうやって人口がどう推移するかを、まあ、予想しておるものです。でまずこの1800年代から人口は徐々に増え始めます。この1800年代何があったか、これ皆さんあの世界史の得意な人はすぐ分かると思いますが、産業革命があった年です。産業革命が1800年に起こってまいります。でここで産業革命というのはいろんな言葉で説明されますが、一つの私のまあ説明としてはエネルギー源、どういうもので我々はエネルギーを得ようとしますかといったときに、今までですね、木とか、まあ、芝とか書いてありますが、あの木を切ってきてですね、それを燃やしたわけです。それが石炭に変わっていく。それによって水、非常に効率よくですね、蒸気機関ができて、いろんなことが産業がですね、活性化してくるわけです。だから一つのこの切り口としてですね、エネルギーということに、エネルギー源ということに考えていきますと、ここではいわゆるバイオ燃料といいますか、いわゆる芝とか木炭とかが石炭になってきたのがこの1800年の産業革命のところ で、もう一つここにですね、こう急に、屈曲があります。実はここにですね、もう少しエネルギー源ということでキャスティングしてみますと、何が見えてくるかというと、実は中東で石油が開発されます。で非常に安い石油が入ってきた、いわゆる石炭から石油への時代になる。なわち固体から液体になる。液体になるとですね、もちろん、いろんな観点があるかと思いますが、もう液体になるということで運びやすいわけです。だから燃料を運べるように、非常に簡便に運べるようになるという中で、またさらに人口なり、まあ、我々が繁栄してくる礎になるわけです。で今我々はどこにいるかというと、実はここにいます。
ここにいてですね、今後どうなりますかというと、いろんなシナリオ、これはいろんな方がいろんなことを言ってます。でここでですね、ちょっとこう代表的なシナリオを3つほど挙げたわけですが、ここにありますようにですね、これずっと人口がこのまま伸びていきますと、都市部で人口が集中してですね、もう 水の問題、あるいは環境の問題、あらゆる問題が起こってきますよっていうような話があります。あるいは、こういうようにある程度その人口をですね、上昇を抑制しながら、みんながそれなりに生活をしていこうとしたときには、ここにあるよく皆さん聞く持続的社会、今の社会のいろんなレベルを保持しながらどうやって生活していくべきかという持続的社会や低炭素化というのは二酸化炭素の排出といろんな話が出てまいりますが、そういうものを真剣に考えなきゃいけない、そういうことの取り組みを地球レベルでやらなきゃいけないという時代がということを考えなきゃいけない。それでもこの辺ですよ。でさらにここの落ちてくる話はですね、これ一番怖い話です。80億ぐらいを頭打ちにしてどんどん減っていきますという話です。これは何かというと、食料不足、燃料不足によってですね、いろんな飢饉とかが起こって人口が 減っていくだろうという、まあ、ある意味でこういうふうになってほしくないわけですが、まあ、こんないろんなことが言われています。でだからこそですね、我々は今未来に対して何ができるかということを、まあ、我々も考える、それから皆さんも今後考えていってもらわなきゃいけないというようなわけです。で今我々は今未来に向けて何ができるだろうかという中でですね、いろんなことが、先ほどの持続的社会とか、あるいは低炭素化社会という言葉が出てきましたが、非常に言ってることはあれですが、二酸化炭素を出さないし、いわゆるエネルギーをいかに効率よく使うかという話です。でそういう中でいろんなプロポーザルがあります。で例えば東芝がですね、言ってる一つの、これインターネットから見たらすぐ出てまいりますが、東芝が言ってるのはですね、これスマートシティというような考え方です。スマートシティというのは何かというと、ここにありますようにエネルギーを管理システムをですね、作ってより省エネをやりましょうということです。でそのエネルギーの管理システムはですね、家のレベル、あるいはビルのレベル、工場、地域社会、それぞれのレベルでですね、エネルギーを管理していかに効率よく使うかをコントロールしながら使うことによって省エネをやろうというような考え方です。で少しこれで分かりにくいので、分かりやすい例をお話します。皆さんの家の中での今のエネルギー管理システムがどういうものかというのを、話します。これ電装という、電装というのは、トヨタのですね、子会社で、いろんなトヨタの自動車の中に積まれているいろんな部品を作っておる非常に優良なメーカーですが、電装が出している案です。家のこれホームエレクトロマネジメントシステムの略で HEMS と書いてあります。家のエネルギー管理システムで、屋根にはですね、太陽電池のパネルを作って、あるいは、ね、燃料電池を置きましょう、いわゆる CO2 を発生しないようなもので電源を得ましょうで、いうような、まずそういうようなことが書いてあります。ただこれを言いますと、まず CO2 を、二酸化炭素を出さないようなものをで電源を得るようなことも考えましょう。それからもう一つは、この得られた電源をですね、二次電池で貯蔵して必要な時に必要な量を使えるようにしましょう。でそれを全部制御するのが、ここにある消費の最適制御による、エネルギーを効率よく使うこういうシステムを入れよう、こういう、二酸化炭素をできるだけ出さないようなもので電気を作って、そしてそれをうまく貯めて、で必要な時に、必要なところへエネルギーを持っていくというような、こういう、まあ、3つのことをやるようなシステムというものとして、こういうエネルギー管理システムの家タイプというのが今言われているわけです。でただここでですね、ちょっと見ていただきたいのは、この赤で囲んだところ、これ何かというと、全てですね、こういう蓄電池のが関係しておる部分になります。ですから蓄電池という技術はですね、電気自動車とか、あるいはスマホとか、そういうものだけではなしてですね、実はこういういろんな社会の中で今から考えていこうとする、こういうシステムの一つの基幹的な部材であるというふうなことをまず頭の中に入れておいてください。で少しこの自然エネルギーというものを我々使っていかなきゃいけないわけですが、それに少し、自然エネルギーというものにフォーカスを当てて、お話をしたいと思います。自然エネルギー、これはですね、何かというと、要はですね、風を使ったり
あるいは水を使ったり太陽を使う、まあ、こういうことになるわけです。で、こういうものを使うことによってですね、今までのような石炭とか石油は使わずにですね、二酸化炭素を出さないで非常にいいですねという話です。で、それは非常にいいんですが、具体的にはですね、ここにありますように太陽光発電、皆さんよく知ってますね。太陽光発電であったり、風力、風、風力発電、あるいは水力、これはもう非常に今までもたくさん使われてた水力発電、あるいは潮力、潮汐ですね、なあの波の力、あるいは地熱発電、まあ、こんなものいろいろあるわけです。で、非常にこれは二酸化炭素を出さなくていいわけですが、いろいろ問題がある。何かというと、自然エネルギーを使っていると。自然エネルギーというのは極めて気まぐれで我々の思う通りには動かないわけです。すなわち、ここにありますように、自然条件によって大きく左右されますよということです。だけど我々がですね、今社会でですね、安定に電源を使ってですね、停電も起こらないのは、実は一定の電源供給量というものが保障されているからです。そういう中で自然エネルギーに頼ったときにはこういう問題がある。これただ一つの例ですが、横軸に時間をとってですね、日の出から日没までの電気の太陽光発電できてくるエネルギーを、エネルギーというか電力量を示しているわけですが、これ曇ってたり朝の曇りがあったときはこう電力量低い。それが少し太陽が出てきたときにこう厚い雲だとやっぱりこう変動が起こる。で、少しこうあの雲がある場合でもやはりちょっと変動は少なくなるけど起こります。で、カンカン照りになると確かに安定するわけですが、また雲が出だすとこういう変動が起こって、やがて日没をしてしまうと夜は発電しないというような、まあ、当たり前のことですが、太陽ですが太陽によって左右されるということになるわけです。で、あるいはもう一つの例、これ風力発電です。風力発電はこれドイツは非常にですね、自然エネルギーに対して非常にその彼らは先進国です。で、そういう中 です。風力発電にも非常に積極的に取り組んでます。で、そういう中で、これ一つの例です。ここにあるのはですね、ドイツの国内で風力発電の、ちょっと見えにくくて申し訳ないですが、これ一つ一つのこう赤とか色がですね、これ電力量を示しています。で、これ全国といいます。全土に広がっているわけです。で、それの中の、例えばこういう一つの一気、その地域の一つのところを見ますと、この青色で示したような、非常にガタ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 しているわけです。で、これ横軸は2月2日から10日間の風力発電の変化を表しているわけです。で、そうしますと、この一つの領域だけ見ますとガタガタガタする。で、それをもう少しこの、例えば州全体にすると、少しこう赤色になってきまして、落ち着いてきます。いわゆる平滑化してくるわけです。で、さらに全国をもしも全部つなげて使えるようにしたらどうなるかというと、この青色になって落ち着くわけですが、これ見て分かりますようにですね、いくらつないでそれぞれの1日あたりの変化はですね、平坦になったとしても非常に風が吹かない日ってあるわけですね。ですからそういう問題で、やはり自然条件というものをですね、いかにそれと仲良く暮らしていくかというのが自然エネルギーの一つのキーワードになるわけです。で、その中で、まあ、今言われているのが、これも日立などが言っている先ほどのエネルギーの管理システムというものを地域に、コミュニティに使いましょう。コミュニティのエネルギー管理システム。ここには風力があったり、あるいは太陽光があったり、いろんな電源があるわけです。で、それをここの管理をして、それをできたエネルギーをですね、電力的につなぎ合わせて、それをうまく、実際使っていくところへ配っていくというようなシステムを考えましょうというような提案があります。で、ここでもやはり非常に重要なのがですね、電気エネルギーを貯めるという話です。で、ここのシステムというものが非常に重要な役割を示すわけです。で、このようにですね、いわゆる電力を運ぶという話と実際貯めるという話、まあこういうことがですね、一つの今後我々がこういうものを考えていくとキーワードになっていくということです。で、ちょっと話を変えまして、人と猿の違い、これ少なくとも皆さんこんなことは習ってない。私が小学校の頃何習って、二足歩行します、あるいは気を使います、で、道具を使います、言葉を使いますってなことが、小学校1年だったか2年だったか忘れましたけども、そんなことを習いました。ですけども、でちょっとこういうところでですね、こう火を囲んで我々よくこう夜にですね、火を囲んでこういう会話をしたり、あるいはキャンプファイアをやったりするわけですが、
この情景だけを見る限りにおいてはこれ実は全く猿がですね火を囲んで楽しそうにやってるわけです。暖を取ってる、まあ、これ全く変わらないわけです。ですからここで言うちょっと今日は火を使うということをフォーカスしますとですね、この火を人間は猿と何が違うかというと火を持って運べるということです。火を使うというのは必要なところに火を持っていってですねその火を使えるということです。別の言い方は火というのはエネルギーです。エネルギーを必要なところに持っていってそれを使うというのが決定的にですね我々人類と猿というものとの違い。だから単純にその火に当たるとかそういうことを火の使うということではない。でその中でそういうふうに考えていきますと先ほどの電池の話になるわけです。すなわち電池というのは電気エネルギーを必要なところへ持って運ぶ、あるいは必要なところへ持っていくために貯蔵するというようなことが大事ですよ。ですからいつかですねこれはスペースシャトルですが、スペースシャトルをですねジャンボが運んでるんですが、例えば電池を大きな電池を運んでですねジャンボ機で運ぶようなことが時代が来るか来ないか、まあおそらく来ないと思いますけど、まあこんなことあったら面白いなと思ってちょっと作ったバッテリーとかありますが、まあそんなこととかですね、これは運ぶということです。それからその貯蔵するということをですね、電気というとちょっと皆さんあまりピンとこないかわからない、だけど雨水をですね貯めて、それで雨は毎日降りませんから雨水を貯めて必要な時にその溜まった雨水でですね庭に水をまく、あるいは何か育っている植物に水をやる、これよくやることですよね、普通にやってる。でまさにこういうことをですね電気エネルギーでやろうというのがこのエネルギーの貯蔵であり、貯蔵で先ほどので、電気エネルギーの管理システムという話をしましたが、まさにそういう話なんです。ですから水の雨水を使うことですね、我々は必要な時に生まれてきたエネルギー電気エネルギーというものを貯めて必要な時に使う、そういうことをやっていきましょう。ただその時にここにあるような雨水を貯めるタンクこそが蓄電池であるというようなことです。で、まあ、この中でいかにその電池というものが、まあ、我々の生活に密着しこれからも必要であるかちょっとお分かりいただいたかと思います。でリチウムイオンの電池の構造というのはどんなことをしてますかという話をちょっとしたいと思います。こんなの分かってると皆さん思いだと思います。おそらくリチウムイオン電池高校生の皆さんだとこんな形してますねっていうのはこれはもう教科書に出てるか分かりません。すなわち正極と負極があってですねプラスマイナスがあって、そこにですねこれどちらもこれ層状の化合物です。こういうレイヤー状の化合物でして、この酸化物も層状で、これこっち側の負極はグラファイトを使いますが、グラファイトも層状です。その間をリチウムイオンが行ったり来たりする。で、充電をするときはリチウムイオンがこちらこっちずっと行ってですね、外部に電源を流して、こちらこちらへ行って、放電するときは、こちら側のグラファイトの層間にあるリチウムイオンが、この酸化物のところの層間に移っていく。そして、その移るときはエネルギーというものを、外部に取り出すというのがリチウムイオン電池ですよ。これはもう皆さんの教科書にどこでも載ってる話です。で、これに理解してると、これ間違いではないわけですが、ここで一つだけ重要なこととして頭の中に入れていただきたいのは、ここで見ているということはですね、何かというとリチウムイオンと電子との反応ということが基本になります。常にリチウムイオンと電子とが反応して、お互いに相互作用してこういう反応が起こっているということをまず頭の中に入れておいてください。でこれが後の話に関わってきます。ですからいろいろこう相関動くというのは、まあ、置いといてとしてです。それからもう一つはこれ今理想的な原理図を示したわけですが、実際の電池はこんな単純ではありません。でこれ実際携帯用の電池です。携帯用の電池をですねどうなっているかというのをこれもまあいろいろ絵があるのでこんな絵を見られた方いるか分かりません。こういうレイヤー状になっててですね、今の正極負極がですねこういう多層になってて、そういうものが重ね合わせられているというようなのがリチウムイオン電池だというのは知ってる方いらっしゃるかも分かりません。というのはなぜ多層にするかというと、できるだけ小さな空間で多くのエネルギーを貯めたいからこういうふうに多層になっているわけです。で実際にですねこのリチウムイオン電池これをですね我々ばらしてみました。
でバラしてみたんですが、これ皆さん絶対にこれだけはですね、皆さんではやらないでください。非常に危険です。ですからやらないでほしいんですが、我々はそういうことをやっても大丈夫なようなですね、グローブボックスの中でですね、酸素がないような状態でこういうことをやって実際やりますとこんな形になってます。これ中がですね、層になってます。こういうふうにずっとこれが、これ色がちょっと見えるかどうですかね、見えますかね。このこれちょっと後ろにこれ銅板です。銅箔、それからアルミ箔の上にこのちょっと色が変わって黒くなっているのが実際のリチウムイオンを溜め込むための酸化物が塗ってあるところです。でこういうものをですね、この銅板、いわゆる負極と正極の間をですね、絶縁になるような多層膜のポリマーに電解質を浸してですね、絶縁をしてそれを巻いてあるわけです。でこの端子はですね、この端の方から取り出したいんです。まあ、そんなことでですね、今電池が出来上がっているわけです。でこれをもうちょっとですね、スキマティックに変えていきますとどういうことになっているかというと、もう一度先ほどのリチウムイオン電池って一体何ですか、どういう反応ですかということをもう一回思い出してください。先ほど言いましたようにリチウムイオンと電子との反応であるということです。リチウムイオンというものの反応が起こるときはリチウムイオンを実際に貯める物質の表面で起こるわけです。だからその表面の面積をできるだけ大きくしたいということで、球が体積に対して一番表面積が大きいと皆さんよく知ってる話ですね。ですから球状にして小さな微粒子にまずはします。それからもう一つは電子がそこに来なきゃいけませんから、電子を伝えるための箔、終電体といいますか、先ほど銅箔、アルミ箔といいますか、そういうものがあって、さらにそれからですね、その金属箔からその粒子のところへ電子を伝えるために導電除剤、これ炭の粉です、炭素の粉を、微粒子を混ぜる、そして電子のパスを確保するわけです。で実際にこれ、こういうふうなリチウムを実際に貯める微粒子があって、そこにこの電子のパスを作るための炭の粉を混ぜてですね、でこれでリチウムが来ます。で反応はこの界面で起こって電子がそこに供給されます。これが箔ですが、まあ、こんな構造をしているわけです。でそれをですね、ですからリチウムを貯める、これ活物質といいますが、微粒子があって、で先ほどの電子の供給パスや導電除剤があって、で終電体という箔がある。でこれらを全部止めるためにノリが使う、バインダーノリを使って、でノリで混ぜてベラッと塗ってるわけです。でこの箔の上に塗ってそれを折りたたんでるんです。正極負極も同じような構造です。でそれをセパレーターと呼ばれるので折りたたんで巻いてあるのが電池です。でだからこのような構造をしてあって、先ほどのですね、レイヤー上行ったり来たりするというような構造ではなくて、実はこういう複雑な構造をしている。でこういういろんな4つの要素を使ってですね、電池が出来上がっているという意味で合材電極というような呼び名がついています。でじゃあこのようになったら何が起こるだろうか、ちょっと想像してみてください。これ何が起こるかというと、実は先ほどのような正極のアルミ箔があって銅箔があり、その上に先ほどの合材電極、ノリで、リチウムを貯める微粒子と、それから炭の粉とですね、ノリをこう混ぜ合わせて塗ったものがあるわけです。それをセパレーターでセパレートして、そこに電解質が染み込ませて、こんなことです。でそうするとですね、例えばリチウムイオンがですね、充電するときっていうのはここからこう出ていくわけです。そうすると明らかにですね、この粒子から出るものとこの粒子から出るものとでは当然その時間が違うだろうというようなことが予想できるかと思います。そうするとですね、何が起こるかというとですね、先にですね、ここで反応しているものとここで反応しているものとですね、明らかにですね、リチウムがこちらへ行くわけですが、距離が違ってくるのは分かりますね。ということは反応が不均一になる、いわゆる均一には起こりませんよということです。ここで、でこちらも同じです。これは放電する場合もリチウムがここからも出てきますし、ここからも出てくる。そうするとこの距離だけでも明らかにですね、こういうものは反応が不均一になる。で電池というものの問題は実はそういう問題があるということです。先ほどのような構造がこういう構造をしているがゆえにですね、今のようにこの中でいろんな電池反応というのは不均一を起こしてますよ。ということは何かというと、不均一を起こすということは熱が出たりですね、あるいは重放電をやるときにどこかで反応 が起こりやすいところと起こりにくいところが出てくるということです。そうなると、それが実は電池の
性能や寿命や劣化の原因になりますよというような話と関わってきます。ですから今リチウムイオンと電子との反応というものを考えるときに、この合材電極というのは微粒子にして、そこに炭の粉を混ぜて塗るというのは極めて簡単にできて非常にいい方法なんですが、その構造を取っているがゆえにですね、実は電池の性能とか寿命をさらに改善していきましょうというときにですね、問題を起こすわけです。まあ、そんなことが今実際の電池で起こってくるということです。で、まあ、そういうことをですね、実際に電池の中に何が起こっているかを我々理解しましょうということで、国が主導してですね、ネドというところなんですが、ネドというところからファンディングをもらって、京都大学とそれから産業総合技術研究所が研究拠点になりまして、小組善八先生という京大の名誉教授で今特任教授をされていますが、プロジェクトリーダーになって、実際もここにある革新型蓄電池先端科学基礎研究事業というのが走っています。でその中では何をやっているかというと、ここで小栗先生の言葉ですが、 Begin with the basic、 すなわち基礎から始めてですね、我々なぜを、いわゆる電池の中で一体いろんなことが起こるのはなぜ起こるんですかということをきちっと理解して、それで、リチウムイオンの仲間をそれを理解することによって性能の改善をしたり、あるいは今度 の、 その先ほど言いました 500Wh/kg というような今の電池では到底できないようなところの新たなポストリチウム、リチウムイオンの後、その次の次世代の電池を開発を目指していこうというような研究をやっています。で、まあ、こんなことをやる中でですね、我々そのまず何が起こっていますかという理解をしようという一つの話の中で我々がやっているのは、実はこれスプリング8といわれる放射光施設です。でこれどこにあるかといいますと、姫路からちょっと行った相生というところにあります。相生というところはですね、ここから新快速で行きますと京都から2時間ぐらいかかりました。で相生というところでおりまして、そこからバスで1時間ぐらい入った山の中に実はこういう大きな施設があります。でこれ何か電子がこの中を回ってます。でこの電子から出てくる X 線を使ってですね、我々非常に微小なところの電池の中で起こってくる構造の変化というものをリアルタイムで見るというようなことをやっています。で我々のビームラインというのは実験場がこの中にありまして、でこの辺でやっているわけです。でこれも1週間前に行ってきましたが、実際中はどのようになっているかというと、これ体感みたいな大きな体感です。人の大きさが大体これぐらいの大きさですから、いかに大きいものか、これ円周、ま、丸になっているので少しこうかあのカーブしているのが分かるかと思いますが、このリングから出てくるですね、X線を使った実験をやってます。で、実際にですね、そこではですね、ここにありますように、これまさにこの間行ったという実験ですね、こういういろんな実験、この実験施設を使って、我々の大学の学生さんたちがですね、このように一生懸命研究やってます。で、ここにあるんです、これ自転車です。中があまりにも広いのでですね、中で動くときは、この自転車でみんな走り回るわけです。まあ、こんなことを使いながらですね、実験をやってます。でこういう施設を使って我々一生懸命今実験をやっているわけですが、ここで理解しようとすることが電池の中で一体何が起こっているのかというのを見よう。実は皆さんが使っている電池の中でですね、実際その非常に狭い空間の中で一体何が起こっているかというのは、大体100ミクロン 0.1 ミリ以下のところでリチウムイオンが行ったり来たりしているわけですが、そこでですね、重放電の中でどんなことが起こっているか実はよく分かっていない。電池を使ってる、使えてるからいいわけですから、実はよく分かってません。でそれを理解しようと思います。でそこで理解した結果として分かってきたことのもういくつかをご紹介したいと思います。まずリチウムイオンが出入りするとですね、先ほど言いましたリチウムイオンを貯める物質というものがですね、変形します。いわゆる体積が、構造が変化します。すなわち人がですね、こういう人が リチウムというリングを食ったらですね、まあ、明らかになんか太るやろうなと、あるいは痩せるかも分かりませんが、まあこういうふうに変化するというようなことは実は電池の中でも起こっています。でそういうことをきちっと理解しようと。具体的な話を言いますと、電池の中で今使われておる一番ポピュラーなですね、もの酸化物は、正極に使われている酸化物、こんな構造をしています。でこの構造の特徴は先ほど言いましたように、こういうレイヤー構造、層状の構造をしてて、この層の間にリチウムイオンが、出入りする。つまり充電の時は出ていき、放電の時は入ってくる。こういうことを繰り返しながらですね、
実際電気エネルギーを科学的に貯めてるわけです。で、実際にそういうことが起こりますと、具体的にここからリチウムをですね、60% を抜くと何が起こるかというと、実はこの相関が広がります。大体 3% ぐらい広がる。3% で大したことないじゃないかと思われるか分かりませんが、原子間距離が 3% 広がるととんでもない大きさが広がるわけです。ですからこれを充電放電で繰り返すわけです。ということは、そんなことを繰り返してですね、やってるとですね、なんか構造にあまりいいことないだろうな、というようなことはなんとなく想像できると思います。実際これが電池が劣化していったり、いろいろな寿命があったりということの一つの一番基礎的なものの考え方になります。で、ここで一つだけ、ここはだから放電した状態、充電した状態ですが、構造的に見ますと、実はこの放電した状態というのは、リチウムが全部戻って構造が安定ですから、実は一番構造としては安定な状態です。で、出ていった状態というのは、実は、まあ、電気が溜まっていいな、充電しているといいなと思われるか分かりませんが、構造的には極めて不安定な状態なんです。ですから、例えばこういう iPhone みたいなものですね、これにですね、こまめに充電をしている人と、2日に1遍とか3日に1遍しか充電しない人を比べますと、こまめに充電している人は、実は電池の劣化は早いと思います。ですから、なぜかというと、電池を充電した状態というのは、実は、極めて空腹な状態ですね、調子の悪い状態なんです。ですから、ほどほどに充電して使うというと、電池の寿命が良くなるというような話もあります。まあ、これは実はこういう構造的なものと関係しているわけです。で、まあ、それをもう少し分かりやすい話をしますと、今、ザルモ落としです。これ、完全に放電した状態です。実際にリチウムを抜いていきます。ポンポン抜いていくわけです。抜いていってですね、どん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 抜いていくと何が起こるかというと、やがて構造が完全に壊れてしまうというようなことが実際起こります。ですから、それを避けるために我々はですね、実際ほとんどの電池の場合には、100%この中に含まれる、正極材料に含まれるリチウム、イオンのですね、100% 使っていません。だいたい 60% ぐらいで止まるようになっています。それ以上やりますと、構造的に不安定になった結果としてですね、電池がダメになる可能性がある。まあ、ダメになるぐらいだったらいいんですが、それがさらに悪いことにですね、発火したり、あるいは事故につながることもあるので、実際は使われているのは、こういう6割ぐらいしか使われてない。じゃあ、これをもっと使いたいって当然考えるわけ。じゃあ、どうしたらいいんでしょうかということです。さあ、どうしたらいいでしょうか。先ほど言ったようにレイヤー状のものの中でですね、リチウム出ていきます。そうするとわーっとこう広がるということです。じゃあそれ広がらないようにしたらいいじゃないかということです。すなわちなんか柱立てればいいわけです。柱を立てたらですね、上の屋根の崩落は止められる。これはまあ当たり前っちゃ当たり前なんです。で、実際柱を立ててみるというようなことを我々やってみます。実際にこれちょっと先ほどのリチウムコバルトオーツじゃないです、リチウムニッケルオーツのになってますが、同じ構造をしています。で、同じような構造をしているところのここにですね、これ構造ということになってニッケルレイヤー、ニッケルが酸素が、赤いのが酸素です。酸素の8面体で囲まれたような構造をしているわけですが、これここリチウムがいます。だからニッケル、ここにいるニッケルをですね、一部をこっち側に持ってくるわけです。これ作るときに持ってきてですね、それでそれを柱にして使います。なわちこういうニッケルのイオンをこのリチウムレイヤーにも少し入れることによってですね、柱を作るというようなことをやっている。で、我々はこの柱にニッケルとですね、本来いるべきニッケルとの反応がどうなっているかということをいろいろ詳しく調べていったのがこれです。これ青色で示したのがニッケルレイヤーに本来いるべき位置にいるニッケルです。そしてこのリチウムのところにいるニッケルの変化をこれ見ています。完全に初めの状態からここから放電状態から充電、放電、充電と繰り返していくと、これがこういうふうに波を打って変化しているのが分かるかと思います。可逆的、いわゆる行ったり来たりしている、ニッケルなんです。これはだからきちっと電池の反応をサポートしているニッケルというものがここには見える。これが本来の姿です。で、こっち側というのは、その柱に使っているものはあまり変化しない。少しこう動きますが、ここの可逆的な変化とは全然違う方向でずっとこう推移しています。これはもう言葉を変えますと、すなわちニッケルのレイヤーにいるニッケルは電池反応に寄与している。これはちゃんとリチウムの出入りに寄与してますねということです。で、もう一つのこっち側は
構造保持にちゃんと役立ってますねということです。ですからこういうふうに例えばこの場合はニッケルですが、ニッケルの柱をリチウムの中のレイヤーに入れてやると構造が安定になる、リチウムを抜いてももっと使える可能性があるというようなことが分かってくるわけです。でじゃあどうしようか、こういうふうにじゃあ柱をですねきれいにですねこの構造の中に入れるどうしたらいいかということを当然我々考えなきゃいけない。それも非常に完璧に入れなきゃいけない。ですからそうすればですね、層状のリチウムのところにリチウムレイヤーのところに構造保持のための柱をうまく立てれればですね、リチウムはたくさん使える、構造は壊れない、そんなものが出来上がるわけです。ですからここでもう一つ考えなきゃいけないのはですね、このリチウムがいるレイヤーのところにですね構造を保持するためのものを単純に入れただけではですね、使うリチウムの量が減るだけです。これでは旨味がないわけです。でそこをどうするかという話です。で少しこれちょっと話がまた変わりますが、これクラスです。クラスでですねもうそろそろ4回目になってみんなもう疲れてきたなっていうこれ状況です。これもう嫌なってきた、もうこんなの聞かせるの嫌やなっていう状況です。でこういう時にですね我々がですね何を考えるかというと、じゃあもうちょっとこのもう嫌な敵ですとちょっと入れ替えようかと、えもっと聞きたい一生懸命やるやつ入れ替えようかっていうようなことを考えるわけです。でそうするとだけどこれはですねあの諸刃の刃みたいなもので、ですね入れ替えたのがやっぱり引きずられてやっぱりダメになるってこともあるわけです。しかしもう一ついいシナリオとしてはですね、入れ替えた非常に活性な人たちに励まされてですね、8割方非常によくみんな話を聞くようになるということもあり得るわけです。で実際これをですね少し電池のところで話しますと、電池のリチウムにも全く関係のない、そこに役に立たない構造があったとします。でそれと、まあ、非常に似た構造なんですが、非常にリチウムの電池に対して活発に働くような構造がある、すなわちでそれをですね 60% ぐらい役に立たないものを一部を 40% をですね非常にリチウム電池に対してリチウムイオンをこう出し入れするのに活発なものを 40% だけ置き換えてやるとですね、実は非常に不思議なことが起こります。で我々構造的に、まあ、この辺はこういう構造解析を非常に精密にやってですね、何が分かってきたかというと、もともと全然やる気のない 100% のうちの 40% をですね、やる気のある電池反応をやる気満々のですね、40% を置き換えますと、実はこのやる気のない人のですね、大体、まあ、これが2倍ぐらい減りますが 40% ぐらいですね、ぐらいが非常にやる気が出てくるわけです。でそういう構造が実は出来上がります。でその構造をですね、その我々非常に細かく調べていきますと、先ほど言ったようにやる気のない構造が、やる気のないリチウムイオン電池に対して、活性でないような構造が分散した中に、ナノスケールで分散した中にですね、やる気のある構造が広がったようなものになる。でこの構造が構造を安定化する一つの起点になります。で実際このリチウムレイヤーを見ますとニッケルが入ってまして、それが先ほど言いましたような構造保持の柱になるというようなことが分かってくるということです。ですから構造を非常に調べることによって我々はこういうような構造は次の構造体を作っているわけです。でここでいう雇用体系と言われるこれが新しい制御材料ですが、実はこれがですね今の次の今電気自動車ですか、あるいはハイブリッドタイプの電気自動車の電池に実際具体的にこういう系が使われています。で、まあ、こういうところの熾烈な今競争が実際行われているわけです。でもう一つはですね、リチウムイオンというのは先ほどのようにリチウムを食べたり出したりするとですね太ったり細ったりしますという話をしました。これは別の言い方をするとですね、リチウムを食べたりするとですね周りに膨張するがために力を及ぼすわけです。いわゆる歪みを、応力を電池反応というのは起こすということです。電池反応で応力が起こるということはどういうことかというと、結局ですねこれはお相撲さんでですねあと周りに押されたらひどい目に遭うわけですが、まあ、こんなことが実は電池の中で起こっている。これはあの何も極端な話なしにこれが案外こういうことが起こっているよという話を今からします。これは実はあの鈴というもの、これはあの、まあ、政局での不況の話のものですが、まあ、それはさておき、鈴の中にリチウムを入れるとですね、
実はある電位があります。本来はリチウムを入れてそれを出していこうとすると一定の電位が現れなきゃいけないんですが、入れる量によってこのようにガタガタのこういうようないくつものこういうプラート、いわゆるこの平面、この電位がいろんな電位が出てくるようなことが起こります。これ実はですね、その先ほどの歪みの影響となります。応力の影響でこういうふうな電位が出てきます。で本来この電位であるべきものがですね、こういくつもの電位が出てくる。でこれ具体的にどういうことかと言いますと、筒の中にリチウムを入れると体積が膨張します。でそれをですね、無理やりギューッとこう周りから生成圧でですね、押さえつけてこの中に戻したとします。戻すとですね、少し構造が緩和して、ここにそういう生成圧、周りからですね、この化合物を圧縮するような力が働く、非常に大きな力が働きます。そうするとですね、本来化合物を作ることによってエネルギーがここまで下がらなきゃいけないんですが、実はこういう歪みのエネルギーというものはマイナスの方向に行ってしまいます。これは電位でいくとどういうことになるかというと、電位が本来リチウムなら 3.6 ボルトあるべきものがですね、それが3ボルトになったり、あるいは 2. 何ボルトになったりという本できる取り出そうとするエネルギーが小さくなってしまうというようなことが応力の影響で起こってきます。でそれが一体いかほどのものかというのをこれ、示した例です。これ実際出るべき電位が応力が全くないとするとこの電位が出るべきなんですが、実際 0.05% ちょっとだけリチウムを入れてですね、測ってみますとこれぐらい電位が下がります。ここで言うと 0.05 ボルトぐらい下がってるわけです。でこの電位というものからですね、我々実際にどれぐらいの応力が働いているかということを計算することができます。で実際計算してみますと、この電位勾配、電位の効果ですね、電位が落ちることに対応する応力というのは1600メガパスカル。これ聞いてももうちょっとピンとこないと思います。1600メガパスカル、これ極めて大きな値です。でもう少し分かりやすい話をしますと、実はですね、1600メートルの水圧と同じぐらいの力が当たる、まさにダイオウイカがですね、生きているような深海までいかないですが、まあ、こういう深いところの圧力と同じようなものの応力が実際働いておるというようなことが分かってきます。これはどういうことかというと、じゃあこれをですね、繰り返しやったら一体どんなことが起こるだろうかということは想像してもらったら分かるような話です。だから応力というものを極めて、歪みというものも非常に重要なことになります。でそれの一つの、例として、今お話しするのはこれです。これ一番初めにエリーパワーというところの充電器の話をしました。で実はそこで使われている活物質です。でそれはですね、こういうリチウム鉄リン酸 PO4 ですね、こういうものを使っています。オリビンという構造を持っているこういうものなんですが、これは見ての通り鉄とかリンとかというような非常に安い資源としてですね、豊富にあるようなものを使っているということで非常にいいわけです。あるいは骨格の中にリン酸の骨格を持っているということで、まあ、科学が好きな人はですね、非常に構造も安定です。ですから先ほどの相乗に比べてですね、これポリアニオン系といいますが、非常に構造も安定だし、安い原料だし、それから電位も非常に安定に出ますということで非常にいいわけです。ただ難点がここです。なあちリチウムが入った状態からリチウムを抜きますと 6.4%、 6% 近く体積が収縮するというようなことが起こります。なあち放電状態が充電すると体積収縮を起こす。でそれが一体どういうような影響を電池の性能に与えるかというのを調べた例がこれです。縦軸が充電層、すなわち今できてきたリチウムを抜いた層ができてくる割合で、こちらが充電量です。本来充電量が増していくに従って充電を完了した層というのはこの直線に乗ってずっとこう上がってこなきゃいけないんです。ですけど実際はですね、何が起こるかというと、ここに読む一番初めはほとんどその充電層が増えない、充電しているのが増えない、あるところから少しずつ増え始めるんですが、やっぱ遅い。で最後ここから加速的に増える、こういうことが起こります。でここで何かというと、充電した層と元々の層が半分半分になるところを境にして加速していくというようなことが分かってきます。なわちここのところはですね、実は減速されている、歪みの影響でなかなか反応が起こらない。でこれ何かというと、皆さんがですね、歪みという傾斜を持った坂のところをですね、一生懸命自転車をこいで汗をかきながら登っているような状態になるんです。だから歪みが大きければ大きいほど勾配が高くなりますから、同じ力で登ろうとしても大変力がある。しかしながらここの領域になると何かというと、同じ歪みが今度は逆方向にですね、下る方向になる。ということは同じ力で飛ぶとものすごいスピードでここが降りていくようなことが起こって、まさに電池の中 です、ね、歪みというものの
ことをきちんと理解すると、こんなことが分かってくるんです。まあ、こういうことが分かってくるとですね、今電池をどういうふうに設計しなきゃいけないかとか、そういうことが次から次へ分かってくるということになります。で、最後にですね、もうほとんど終わりなんですが、最後にですね、まあ、安全の話だけしておきたいと思います。ここにあるのは実はこれ火を吹いているパソコンですが、安全の話っていうのをしておきたいです。で、まあ、よく言うようにですね、あの焼肉焼いても家焼くなっていう話がありますが、パソコンつけてですね、家焼いたらえらいことになるわけです。で、実際パソコンの中に入っている電池というものはどういうぐらいのエネルギーを持っているかという話をまずしたいと思います。あっという間にすぐに湧くティファールって、これあのコマーシャルです。いわゆるティファールっていうのは皆さんの家にもあるかと思います。1250ワットでですね、140cc のカップ1杯ですね、水が1分ぐらい湧くというので売りのものです。で、これをですね、あの、まあ、物理学ですが、70キロジュールぐらいのエネルギーがこれには費やしています。で、実際に充電器、これはリチウムイオンのバッテリーを入れたです、ね、充電器があります。これは例えばこういうiPhone とかなんかあったりですね、充電するための簡便なものですが、これで例えばこのリチウムイオンの中で、貯めている電気のエネルギーというのは67キロジュールぐらいです。ほぼこのエネルギーと同じぐらいのものをこのちっちゃなところに貯めているということです。ですからですね、これが下手なことになりますとですね、まあ悲惨なことになる可能性があるというようなことです。ですからこうならないように今皆さん製品はですね、非常に気をつけて作られているわけですが、エネルギーだけ言いますとこれぐらい危ないものが小さな空間に入っているということです。で、それがさらにですね、車載用になりますと大きいものになります。ただ驚くべきことにですね、プラグインハイブリッドのところに積まれているリチウムイオン電池って実はこれぐらいのレベルなんですね。ですから、まあ、そういうものでも自動車の場合はですね、振動とかホコリとかいろんなものがありますから、そういうものの中でいかに安全を保持するかというようなことを今ものすごい研究がやられています。で、記憶に新しい話として電池の話で非常に、まあ、ある意味でこれはあんまりホットになっちゃいけないんですが、こういう話が787の黒焦げになった電池の話っていうのは皆さんどこかで新聞で見られたことあるかと思います。で、こういうことが実際起こっちゃいけないわけで、我々は実は実際の電池、実際にこういう使われている電池をですね、中で今までの話はモデル電池を使ってたわけですが、実際の電池を実際にどうこの重報電をやらしながらですね、何が起こっているかを見るような技術、あるいは極限条件下というのはこれ過充電、ここで事故がなぜ起こりましたかというときに過充電という言葉をどこかで聞かれたことがあるかもしれません。そういうところで電池の中でどういう反応が起こるかというようなことを見るような研究もやっています。で、実際にまあどうやって見るかは別として、非常に小さな領域をですね、こうスキャンするような技術を持ってまして、実際に携帯を使ってですね、我々携帯をこれ学生に携帯を交わしてですね、実際これ見て、見ることによって、この中の電池、これ電池ですね、電池の中で起こっている重放電に伴う構造変化というものを直接的に見るというようなことを見れるような条件、あるいはこれ実際の車載用の電池です。これ見てたら15ミリぐらいとか非常に大きないくつもの島が見えるかと思いますが、これ実際に車に某自動車会社の車に積まれているような電池をですね、ここに持ってきて、それで大電流で重放電を鳴らしながら中で何が起こっているかというようなことを見るような施設、これは先ほどのスプリングエイトの中のグローボックスという非常に中のがですね、酸素とかそういう水分とかないような条件の中で実験があるような装置を作っています。で、そこでは実は過充電というようなことになっています。皆さんが普通に使っているのはここまでの領域です。さらにそこからさらに充電するリチウムを引き抜いていってですね、実際構造で何が起こるか、さらにここの過充電領域というのは何が起こるか、もう引き抜くリチウムはないわけです。で、その時の反応って何が起こっているかというと、電解質が分解しています。で、そんなところで実際に構造がどういうふうに変化するかというようなことも今一生懸命我々は見ようとしています。まあ、こんなことをしながらですね、非常に安心で、信頼性の高い電池を開発するということをやっているわけです。で、まあ、今日はですね、こういう蓄電池の開発現場の実際構造ということを観点にしながらいろんな話をしてきました。いわゆる蓄電池の進歩というものはエネルギーを電気のエネルギーを運ぶ、簡便に運ぶ、必要なところに運ぶ、あるいは蓄積するということです。ですからこういう蓄電池の技術開発というものがですね、よりその、まあ、高効率で環境に優しいですね、社会を作るための一つのキーテクノロジーであるということをご理解いただければ、まあ、今日の話は私の話は意味があったかと思います。
ではご清聴ありがとうございました。